ビースバーデン中央駅は、ドイツヘッセン州の州都ビースバーデンにあるターミナル駅である、東端式ホームの地上駅。1日当たりアイストの長距離列車やローカル列車、S バーンなど500本の列車と4万人の旅客を扱っている。駅周辺の俯瞰ビースバーデン中央駅は、市中心部の南側に位置する。現在ある駅は、1840年完成の、 タウヌス鉄道の駅であったタウヌス駅、1857年完成のラインウーガン線のライン駅、1879年完成のレンドヒ鉄道のルートビッヒ駅の市中心部にあった3つの駅を統合し発足している。これらの駅はそれぞれビースバーデン博物館の近くにあった。新しい駅舎は当時スパへやってくる旅客の増加に対応するため必要であった。新駅は 東端式ホームスタイルで1904年から1906年にかけてフリンツクリングホルツによって建設された。新駅舎になってから初の列車が1906年9月15日午前2時23分に走った。2003年から2004年にかけて総合的な改修工事や改良工事が2500万ユーロをかけ行われている。ありがとうございます。